尖閣諸島の購入を目指している東京都が、今朝早く周辺海域に到着し、船の上から不動産鑑定などのための現地調査を続けています。中継です。はい、私は石垣港ターミナルに来ています。船は昨晩こちらから出発し、石垣島に残った東京都の職員に調査団から現地の状況が寄せられています。現在、尖閣諸島の管理をしている政府が上陸を認めなかったため、調査は船の上から行われることになりました。これまでにこちらに寄せられている情報では、調査は午前6時過ぎから始まり、調査員はゴムボートや小型船に乗り換えて島に近づき、島の地形や現在の状況を調べています。現地の天候は晴れ、波も穏やかで、これまでに水鳥やヤギが生息しているのが確認されているということです。ある東京都の幹部は当初、上陸できないのでどこまで調査できるかわからないと話していましたが、今のところ調査は順調だということです。午前中、この魚釣島の裏側をぐるっと回りますので、そちらの方ってなかなか今まで映像で見たこともありませんから、そちらの方も一応興味がありますね。非常に順調に進んでいると思います。調査団は午後4時ごろまで現地で作業を行い、午後11時には石垣港に戻る予定です。